ちは。こんにちは。豊さん、開幕して、はい、いや本当まだ間もないんですけど、故障者がちょっと出てき始めてますね。うん、まあ予想されてるよね、ある程度。やっぱ調整期間と、やっぱ急に力を入れるというさ、はい、まあキャンプからオープン戦で開幕になってくると、はい、だんだん力の配分っていうの入れ方が変わってきて、はい、選手も調整しやすかったと思うんだけど、はい、調整はできてるんだけど、うん、力の配分っていう意味ではいきなりマックスでいくから、はい、それはやっぱりあの故障者は出てくるよね。出てきますよね。で今現在出てきてる中でも、はい、巨人の小林捕手が、亀裂骨折、左の前腕です、ね。まあ、これはさ、はい、デッドボールでしょ、はい、デッドボール。だから自分から故障したわけじゃないよね。避けられないです、ね。避けられないよ。でまた阪神が多い、デッドボールが。当たっちゃうのが。あ、当てるのが。当てると。それピッチャーのコントロールがちょっとあんまりってことなんですか。まあ、やっぱそれだけ厳しいところに行かなきゃいけないっていうことはあったにしても、はい、小林にとっては痛いな。バッティングの調子も良かったしさ、はい、菅野がうまく投げれない、はい、そうですね。開幕はね、はい、ある程度抑えて、はい、まあ、逆転して勝ちがついたんだけどさ、はい、次の、ヤクルト戦見てるとさ、打たれ出したら止まらなくなったよね。連打されてましたね。やっぱね、コンビという意味では、はい、やっぱ小林とは合ってるんだよね。だからあの時は大城選手が、ね、そう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 、だから大城が悪いっていうんじゃなくて、はい、やっぱ小林との呼吸の方が合うんだろうね。いや、だからそういう意味ではチームにとっても大きな痛手だけど、はい、やっぱエースと言われる菅野の相棒がいなくなったっていうのがさ、はい、女房役が、これはやっぱりこう辛いよね。そうですよね。あ、これ小林選手どのぐらいで帰ってこれそうなんですかね。亀裂骨折ってどうなんですか。やっぱり1ヶ月、2ヶ月ぐらいかかるんじゃない。そんなかかりますか。いや、だからさ、はい、元の小林に戻りたいわけでしょ、はい、生活する分には1ヶ月ぐらいで治ると思う、はい、例えばやっぱ握力だとかさ、うんうん、バッティングだとか捕球だとかさ、あ、そうですね、キャッチングとかさ、うん、元の小林に戻るっていうのはやっぱ大変なことじゃない。ですね。ということはそれまで菅野投手はもちろん大城選手であったりとか、あとまあ、うん、住谷捕手であったりとか、うん、そこら辺ともちろんバッテリーを組んで、うん、戦わなければならなくなったんですよね。そうそうそう。でもそうすると逆に大城選手はどうなんですか、チャンスというか。いや、チャンスだよ。そうですよ、ね、チャンスだけど、やっぱりそのああいう打たれ方をするとさ、やっぱあ、小林だったらどうしてたんだろうっていう思いがあるよね、はい、それと菅野の気持ちが一番だよね、うん、え、小林じゃないんだという、やっぱこう安心感がなければ、はい、やっぱりいい投球ってできないと思うんだよ。ああいう時って大城選手は菅野投手とコミュニケーションを今後密に取って、いや、やっぱ炭谷もおそらく、はい、試すと思う、はい、どっちがいいだろうっていう、うんうんうん、まあ、あの時はバッティング優先で、はい、おそらく大城を使ったと思うんだけど、はい、いや、炭谷の方がいいんじゃないかとか、うん、まあ、いろいろこうやっぱ変えていく必要がある。だから一つの産業が増えたよね、巨人にとってはね。そうです。小林の骨折だけではなくて、はあ、これ野手のとか投手とかの骨折、どこのポジション骨折されると嫌ですか。やっぱキャッチャーって嫌ですか。いや、キャッチャーってやっぱりさ、ゲームが始まった時の監督って言われてるぐらいやっぱ重要なポジションだよね。やっぱセンターラインが故障するっていうのは嫌だよ。そっか。必ずこう絡んでくるポジションだから、いろんなことに。サイドはさ、まだしもセンターラインっていうのはやっぱり嫌だよね、誤称されても。松原監督もあーっていう感じだったでしょ。やっぱりそうだよ。まあ、3人体制で行くとはいえさ、はい、やっぱ小林っていうのはやっぱ開幕マスクかぶってるキャッチャーだから、はい、だからそういう意味ではレギュラーキャッチャーを失ったっていうのと一緒だよね。そうですよね、うん、確かに。で、もう一人骨折した選手がロッテの福田選手、はい、これ肩に、デッドボール支給を受けて骨折で離脱と、はい、あの避け方がさ、背中に来たからこうやってあーって言って肩甲骨出しちゃったんだよね、多分。これ本当はどうしとけばよかったんですか。いやいや、もうそう避けるよ。仕方ないよ。もう当たりどころが悪かったというだけでさ、俺も痛いよ、ロッテにとっても。ただロッテは調子がいいっていう、これがね、やっぱ怪我人にとってはすごくね、プレッシャーになるんだよ。逆にちょっと辛いですよね。嫌なんだよ。俺、例えば
俺も故障した時あるけど、はい、故障してチームが調子良かったら、うん、俺の存在何なんだって思っちゃうからね。俺戻る場所ないかもしれないみたいな。そうなんだよ。逆に自分いなくなって低迷していった時は、それは俺の力ってでかいんだなって思えるんだ、逆にね。そうですよね。まあ長いスパンで考えると、はい、福田の力っていうのは絶対必要になってくると思うけどね、はい、だけど今のところはまだ良かったよね。安心して早く治せるという。これ骨折っていうのは避けられないからさ、はい、自分からしたくて骨折するやつはいないからさ。そうですよね、うん、だからこれは不可抗力で怪我だよね。ですよね、うん、ただこちらは自分で怪我しちゃったパターンなんですけど、オリックスの山岡投手、エースですよ、はい、27日に、左の、内腹斜筋の筋損傷のため出場選手登録抹消ということで、はい、初回でももう脇腹でしょ、はい、もう力が入らないよね、痛くて。あれ何が起きたんですかね。いやもうここの脇の肉払いみたいなもん、はい、あの投げてる時にだからこうやって張るでしょ、はい、張ってグッとひねるでしょ、はい、その時やっちゃったんだ。俺もあるんだよ。あ、脇腹ですか。脇腹。それ試合中だったんですか。いや、これ練習中。もう分かります、すぐ。あ、なんかおかしいと思って、はい、次打ったら、あ、もう無理と。骨折だとは思わなかったけど、はい、あ、なんかおかしいと思ったら同じような怪我。やっぱ1ヶ月かかる。え、そんなかかるんですか。かかるかかる。これ安静ですか、まず。まず安静。いや、安静しかない。まあ、その筋損傷だからその傷がまた修復してくれるのを待つしかない。待つしかない。待つしかないし、はい、次やったらもっと長くなるからさ。だからもういいかなと思ってやってても、ちょっと違和感が感じたらやめなきゃいけないから。ごまかしごまかしのなんか一歩すぎる。いやもうね、例えば、はい、ここら辺の筋肉の痛みとかさ、腕のね、ごまかしが効くんだよ、はい、アダッキューとか、うんうん、俺もアダッキューで試合に出てた時もあるし、はい、でもここはね、脇はごまかしが効かない。でましてはピッチャーでしょ、はい、でバッターでしょ。バッターでも振るのでもごまかしが効かないもん。ということはピッチャーだったらもう投げるのにごまかしが効かないってことだから1ヶ月、まあ、2ヶ月近くかかる、ね、1ヶ月半早くて。早くてそんなにですか。いや投げれないからピッチャー肩作っていかなきゃいけないの。またあ、そうか、また一からになってしまう。そうそう、筋量とか落とさないようには頑張ると思うけど、はい、でも次やったら今シーズン終わりだから。そうですよね、うん、だからもうそこはきちっと直して。いや出てくるしかない。いやでもこれオリックス山岡投手いなくなるってやばいよな。やばいよなって。いやだってチームはダメだしさ。いやそうチーム勝てないしな、はい、なんか AJ ももっとピリッとしてんのかなと思ったら、うん、なんか動きが看板が、なんか守備もちょっと怠慢だって全くな。どうしちゃったんですか。なんか年なのかな、うん、わかんないですね。いやいや、でも捉えた時の打球なんていうのはすごい打球を打つけど、はい、でもあの守備と走塁見てると、うん、みたいな感じやな。そうなんですよね、うん、ただね、負けた時の表情が印象的だったね。6連敗食らった時の、はい、ベンチに座って遠くを見つめてるんだよ、はい、だからこれは何かを考えてるなと。だから負けた悔しさなのか、はい、なぜ勝てないということなのか、うん、それとかアメリカに帰っちゃおうかなな。んかアメリカの方向見てました。まあアメリカ海の方見てたからとりあえずこれ帰っちゃおうかな。まあマリンは海か、海は見えるんだけどね。まあまずですね、うん、懐かしくなって帰っちゃおうかな。いやだからまああれで、まあ、例えば AJ がさ、はい、リーダーシップ取って、はい、このままじゃダメなんだと、うんね、みんな勝つためにやってんだっていうようなことをねチームでまとめ上げたら、なんかいい選手はいるんだけどね。オリックスそうですよね、うん、もうなんかなかなかその点が線にならないというか、うん、いやただね、西村監督そうですか、オリックスはチームも低迷しててエースがこんなことになってしまう。いや本当に大変だよ。ちょっとね、ただねこれからもね故障者は出てくる。だからなんて言うんだろう、やっぱりこう上位に行くにはやっぱ故障者はなるべく出さないということだね。そうですね。あとちょっと思ったのが、あの神宮で菅野投手が投げてる時の、あの汗のかきようがちょっとすごかったので。いや汗かきだもん。あ、もともとかか。もともと汗かき。なんかこの時期から始まるとやっぱピッチャーってこの湿気の中から始まるってちょっと体調としては嫌なのかな。いや、やっぱりいきなりね、はい、そういう暑い中、うん、まあ気候的にはあんまり良くない状態の時から始まるっていうのはやっぱ辛いよね。それとだからそういうことが怪我につながったりとかもするけど、そうですよね、だけどさ、はい、
いきなりさ30度ぐらいあるところで投げたら汗かくよ、だめお前もよく見てんね汗かきすぎだなみたいな。すごい、もうだって1回こうベンチに戻ってきた時に1回終わって投げて、もうユニフォームの後ろから全部びっしょり濡れてたんだ。いやいや俺だってお前、はい、200m ぐらい荷物持って歩いたら汗びっしょになるからそんなもんお前一生懸命投げてる汗かくよ。それ今の話ですか、現役の時ですか。今の話ですかそうか、はい、あと例えばこういう時期って季節の変わり目なんで、あの故障したところが傷んだりとか古傷が出る、まあ、まあ確かにそういうのはある、ね、あるから選手の人たち、ね、方々は今年は特にちょっと怪我に、いや本当に怪我に気をつけてほしいよな。そうですね、はい、あとはこの後出ないようにっていう、そうだね、うん、はい、ですね、はい、はい。